らフェニックス。カミ君どうした？怪獣が出現しました。ポイント1460地点です。何、怪獣だと？攻撃準備。了解。野村君、先生連絡。はい。なお、怪獣の付近にモーターボートが漂流してます。その中に岩野教授のお嬢さんがいますから救助願います。了解。まもなく現場に到着する。あの海水には筋肉を硬直させてしまう何か特殊な毒物が入ってるんだ。聞こえたのか。海の水には十分気をつけてくれ。地球の海はすでに死んでいる。我々は海を改造する。地球人の住めぬ海にな。ミラーパー。思うように体が動かない。体が。キュー、ミラーマンです。ミラーマンがいればもうこっちのものだ。キュー、ミラーマンの様子がおかしい。何か苦しそうです。何？よし、ミラーマンを援護しろ。了解。サモキ、行くぞ。了解。何としても止めるんだ。奴らインベーダーは猛毒を撒き散らして海を殺すつもりなんだ。了解。私が行く。野村君、何かあったら援護してくれ。はい。藤本君、怪獣をそこから動かすな。そしてミラーマンを救出するんだ。
が死んだら二度と生き返らない。ミラーマンの死に例の液体が。これは作戦の変更が必要ですね。キン、作戦を切り替える。シーフェンス作戦だ。しかし、シーフェンス作戦はまだ実験の段階ですが。そんなことは言っておられん。ミラーマンを海水の中に置くのは危険だ。わかりました。やってみます。スタンバイ OK。スタンバイ OK。スイッチオン。スイッチオン。なくなったのね。頑張ってミラーマン。先生、シーフェンス作戦は大成功です。